者に殲滅希望者を募るラリッタ怪人たち、見事に壊滅異常者に勝る決まった成人たち。私はきっと二人目と三人目の私に励まされたのだろう。蓋が取れてしまう、歴史取っちゃうよ。ドッペルゲンガーたちは空想の技術を求めて故郷へ帰還、見ざる栄光の渦に苛まれる悪路のパロディ3回。平成生まれのバカ魔法使い、美しさにすら金が出る。その時正義の闇が我に放つ悪の化身へ向けて懐疑的侵略、悪の化身へ向けて創意的楽園、悪の化身へ向けて楽観的攻撃、悪の化身へ向けて衝動的動員、悪の化身へ向けて懐疑的侵略、悪の化身へ向けて創意的楽園、悪の化身へ向けて楽観的攻撃、悪の化身へ向けて衝動的動員。花子は哲学、花子は絶望、花子は希望、無数かつ説明不要な関数、yeah。花子は夢落ち、花子は現実、花子はラッパー、その中で説明不要な係数。自堕落生活ダラダラ、ほらまたまた出してるあなたは普通な叫びを聞き続け、今すぐあなたを助けに行く。今こそ決戦の準備ができた、反響マンに進路を押し付け進行、今こそ決戦の準備ができた、誰が何を言おうと私は知ってる。悪の化身へ向けて懐疑的侵略、悪の化身へ向けて創意的楽園、悪の化身へ向けて楽観的攻撃、悪の化身へ向けて衝動的動員、悪の化身へ向けて懐疑的侵略、悪の化身へ向けて創意的楽園、悪の化身へ向けて楽観的攻撃、悪の化身へ向けて衝動的動員。私は曲の中の登場人物、ずっと前から分かってた。反響マンを倒してもこの世界は変わらぬまま、同じ再生時間で同じ結末。それでも私は闇を倒さなくちゃいけない。私はここから全てを浄化する、まるで爆発するようなミクロロジスト。私自身が悪になろうとそれでも構わない。幼い頃誰もが憧れたヒーロー、なぜならないと諦めた、なぜ空想のものだと諦めた、なぜだなぜだなぜだ。作り上げるんだ。